皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回もマリオメーカー2やっていきたいと思うんですけども、はい、今回はですね、今回なんですけど、今回はね、前にスピラン系の募集、コース募集しますと言いましたけど、そちらのコースをね、やるんですけど、はい。ちょっとね、最初にね、言うんですけど、実はね、前回の動画、クリアできなかったと思うんですけど、魂スピランだっけ？動画、トータル、ちょっと裏話になっちゃうんだけど、トータルでね、動画編集時に、ちょっと裏話になっちゃうんですけど、1時間20分ぐらい超えてて、それをカットするのにマジで2時間ぐらいかかりました。で、ちょっと今回にも関係してるんですけど、で、2時間ぐらいかかって、前回なんでそんなかかったかっていうと、声出し実況してたじゃないですか。一個一個解説してたじゃないですか。だから、それが理由でめちゃくちゃ時間かかったんですけど、はい、かかったんですよ。一個一個やられて、新しい動画のために実況しててやったんで、もうどこがあったのめっちゃカットしてたんですけど、なんでめっちゃちょっと、時間かかっちゃったんですよ。はい。なので、今回ね、このコースやるんですけど、灼熱の砂漠を駆け抜ける20秒スピラン。で、20秒スピランですよね。なので、今回は、で、クリア率ね、0.64って、むずいんですよね、結構。はい。でもね、ベストクリアタイム14秒なんで、ちょっとね、今回はね、声なしでいきます。ちゃんとスピラン系で募集しますって言った時にね、動画化するって言ったんですけど、声やりか声なしかと言ってたんで、ちょっと今回はね、声なしにします。っていうのも、やっぱ14秒で一個一個やられてっても、結構クリア率低いから、多分一発クリアも絶対無理だし、それでやるので、ちょっと、例えば、どうするかわかんないけど、多分クリアテイク流す感じだと思う。はい、実況してても、あれなんで、見れば多分わかるんで。これはでもね、ちょっとクリアしたいですね。前より全然クリア率高いし。1406分の9かな？まだクリア率高いっしょ。これならいけるかなと思うんで頑張ります。はい。で、おそらく、多分クリアテイク流れるかな、この後。編集時、多分してると思うけどわかんない。多分クリア、声なしでやっていきます。はい。っていう感じです。じゃあちょっと、言ったんですけど、いろいろ。はい、じゃあやりましょう。コメント見ましょう、一瞬。いや、低いね、結構。企画参加なんだろう。企画なんかあったのかな。でも20秒スピラン、そうだね。今も言ったけど、20秒スピランの割にはベストクリアタイム14だから。で、なんかね、コーラを使ったスピランらしいんで、コーラ系なのかな。でも0.6だから、いけるんじゃないかな。1時間はかからないかなと思う。頑張れば。これは確かにクリアしたよね。はい、では行きます。ということで、おそらく多分クリアテイク流れます、この後。はい、ではご覧ください。どうぞ。はい、ちょっとね、なんでクリアテイクになってないのかってところで、あれなんですけども、ですね、ちょっともう、言います。今ね、ちょっと30分くらいやってたんですけど、はい、ちょっとね、なんかね、このコースやってて思ったんですけど、なんかね、行くところが、多分ね、相当テクニック必要なところなんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんですよ。で、何が言いたいかというと、ちょっとまずね、こちらご覧ください。はい、今ちょっと最初見せるんですけど、あ、どこか。今ね、これ2本ちょっと動画撮ったんですよ、このコースの。いけるところの感じ。ちょ、見てほしいんですけど、これまず、ね。ちょっと待ってね。消すね、一回。はい、これね。はい、こんな感じです。まずね、普通にスピン、解説するとスピンじゃないですか。で、クルリンして。ね。避けて。クルリンじゃなくて、ジャンプでもいいと思うけど。で、ここも、この子持つじゃん。で、持ってすぐスピンなんだよ。そう、持ってこんな感じですぐスピン。スピンで、で、投げね。投げ。で、投げ一回多分くるりん挟む。くるりん挟んで投げ。で、ジャンプして、壁キックして、さらにまたのこのこ持って、ね。持って、で、投げる。はい。こんな感じ。投げる。はい。投げて、のこのこ投げて、ジャンプね。で、こっからちょっとまず第一関門っていうかなんですけど、なんか線みたいなのいたんじゃん。で、ここね、ほら、こうやんだよ。でね、これ、最初ね、思ったんですよ、これ。まずね、ここ、のこのこ持つじゃないですか。だから、のこのこ持って、このバネがあるから、横バネに当てて、なんか難しいけど、横バネに当てて、ほわってジャンプして、それで右、左ね、そう、あ、左で右か、右行くと、ドアがあるんですよ、こんな感じで。ドアあるんですけど、この右、横バネ当てて、それでジャンプしていくのかなと思ったんですよ。っていうのが、これそう、孔明がめっちゃあって、そう、こんな感じで孔明めっちゃあるんで、だけど、ここ行けたんだよね。そう。ここ孔明やるけど行けたの、一応。はい。で、これドア入るとね、またなんですけど、これね、早く見てください、これ。これ これ何って思わなかったんだよね、最初。いいと思って、
なんか塔あるじゃん、右上に。で、そう、こんな感じで孔明あるんですよね。こうだから、ここの上かなと思って行ったんですけど、孔明あるから無理だし、なんか右にさ、ブロックに線みたいなの引いたんじゃん。ああ、あれどうやっていくのと思って。なんか、つららあるけど、ん?と思って。そう、ここで終わった感じかな。そうだね。で、まあ、もう一枚ね、一応見ましょう。じゃあ、はい、もう一枚撮ったんで。うん、まあ、解説になってるからね。これもさっきの70ですね。あ、見せてね。あ、ちょっと、もうちょこちょこ。まあ、行くじゃないですか、普通に。行くでしょ?で、これもう一個持ったのがね。これさ、2段出るじゃん。多分だよ。2段出るから、これ。わかる?え、ちょっとわかんない。知識不足だから本当に申し訳ないけど、なんかさ、なかったっけ、こういう技。この方のコースね、前貼ったんですよね、こういう技が。っていうのが、物持って2段やるじゃん。で、3段ジャンプってあるじゃないですか。確かさ、物持ち3段みたいなのなかったっけ。だからそれがさ、2段出るから、これ2段出るから、そこなんで、のこのこ落として、だからこれもちょっとラインずれてるけど、もっとさ、ギリギリで落として、ボーンってやれば、多分3段出んじゃなかったっけ。っていうところなんだよね。で、のこのこ持っていくのかなっていうのは思ったんだよね。で、ドア入ってね。だけど何せここが謎。まず、孔明あるでしょ?あの、上の方ね。で、のこのこ持ってったとしても、どう行くんだろう?え、ちょっとわかんないな。多分ね、このコース、ギミック的に結構上級者向けの多分ギミック入ってると思うんだよね。だってさ、ちょっとパッと見てよ。これ普通に、いや、わかんのかな、上級者だったら。僕、あの、あんま、上級者ほどのうまさないんで言っちゃうと。本当に、あれなんですけど。でも 0.6 だからな、これ。まあ、そんな高くはないからね。1% 全然切ってるから。これさ、どういくんだろうと思って。わかんないっす。ちょっと30分くらいしかやってないからあれなんだけど。でもちょっとね、ギミック的にわかんないんだよね。ここさ。ほら。つららあるけど、あれ関係してんのかな?なんだろう?え?なんかさ、見たことあるかもしれない。でも、どう行くんだろう?なんかさ、ここ上級、超長級者テクニックみたいな使うんじゃない?どう?あの、あずさんって方、あの、このあの、動画見てたら、ちょっと教えてほしいです。できればクリアしたいんで、このコースは。14秒だし、ベストクリアタイム。はい。あの、ここ、あ、違う。ね、待ってね。だから、わかんない。はい、っていう感じで、ちょっと本当はね、この動画でクリアしたかったとこあるんですけど、何せそのテクニック的なところで不足してて、やっぱ、わかんなかったんで、ちょっと今回もね、申し訳ないんですけど、一旦パスします。はい。で、アーズさんって方コメントしてくれて、あの、見て、この動画ね、見てね。コメントしてくれたら、やり方教えてくれたら、それでまたやって動画多分出します。はい。ちょっとわからないんで、生き方がいまいち。プロレベルでうまくないんで、僕は言っちゃうけど。それ言うのってね。本当にプロレベルでうまくないんで、マジで。なんで、申し訳ないんですけどね。まあ、一旦パスということで、このコースは。ここもちょっと課金がむずいんだよね。大事なんじゃないんだよね。そう。なんで、じゃあ、はい、今回はね、ちょっとまたクリアできなかったんですけど、連続でね。多分、次のやつもできないんだよな。いや、本当にその、次コメントでもらったやつやろうと思う、まあ、余談になるからね。やったやつも多分、むずいんだよ。なんか、みんなやっぱ難しいコース送るからな。なんだかんだクリアできないって。まあ、やっぱ 0.6 だもんね。そう、それこそね、あ、じゃあ、それこそ、このコースも、なんか 0.7 とかって書いてあったんですけど、0.64 とかってなんか下がってるから、おそらく、まあ、難易度下がったんだろうなと思いました、この3日間ぐらいで。あー、違うかな今の感じじゃない？違うかな物をさ、だから。わかんないなわかんないなって、わかりそうなんだけど、それがむずいし。まあ、言ったところで、さっきのあの、ドアの後のところが、めっちゃむずいからなってとこだよなそこで詰まっちゃうんでね。はい。まあ、てな感じですかね。だけど、まあ、あずさん、この動画見てたら、ああ、違うか。まあ、見てたら、あの、コメントください。この、一応、あの、ここのところも、今のところも教えてほしいです。2箇所。見てなかったら、ちょっとダメだけど、パスだけど。どうだろう。まあ、じゃあ、長々やってもあれなんで、はい、今回はそろそろ終わりにします。はい。てな感じで、ラスト1。
はい、無理でした。じゃあ一旦このコースはパスということで、またね、分かり次第また動画化します。では、で、クリア下がっちゃったんじゃない？また。ああ、下がったね。0.58、めっちゃ下がった。めっちゃ下がって0.6台だったよね。あ、これでももっと下がりそうだな、下手したら。ちょっと詳しく見ることで、あ、詳しく見ると分かるんじゃない？思ったけど、今これ。クレーチェック時間は14.466か。でもやっぱクリアした人うまそうな人だよな。しょうがないけど。まあいいや、とりあえずまあ、はい。よろしくお願いします、サンタさん。見てましたら、教えてください。ってな感じでした。はい。じゃあ今回はこんな感じでおります。はい。ああ、でもすごいね。なんか今思ってさ、このベストクリアタイムの人さ、このアズサンテ型のクリアチェック時間より短い。466だけど、399だ。すごいな、やっぱ。9人クリアしてるからね。でも、これクリア下がっちゃったからやばいな。いや、上手い人やってんだろうな、でも。わかんない。はい。もういいや。じゃあ今回はこんな感じです。はい。最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。